T 先輩です。ノクターン。T 子だよ、ノクターン。気持ちいい天気なのでうたた寝してました。毛布がないと少し寂しいね。さて、じゃあ井戸に突入しましょう。いよいよロイヤルアーカイブです。思った通り光が反射してる。調整する必要がなくてよかった。この電車に乗ればいいのかな？なんか箱を見つけたので謎解きかと思うも、投げてみたらお金が入ってただけでした。それ走れー。え？これが木か？なの？なんかとんでもないところに来ちゃったな。音楽も不穏だね。敵の一人や二人いるかと思ったけど、何もいないのか。一応王子ですら知らないような秘密の場所だもんね。人類のほとんどが知らない過去の遺産か。敵か。でも霊の自爆ロボじゃない？本当だ。警備システムみたいなものか。雰囲気的にロボットのゾンビみたいなのがいるかと思ったけど、そう恐れることもないのかな。いて警備ロボくらいだね。静かなのが逆に怖いんですよ。そうなのよね。ふむ。昔の保存食品か。いくら食べられると言っても勇気はいるな。中はまとも。音楽もそれっぽいものになった。よかった。なんか敵が出てきそうだけど気のせいだよね。来るねこれ。いや、いい風に言い過ぎじゃなくて、普通なら落第の F ですよね。失敗してる。やっぱり F じゃないか。うん。必ず出てくるのではなくて、失敗したから出てきたんだよね。多分ね。バート。おい。君の IQ に不安しかないのだが。信じるしかない。引っ返した。なんなんだよ、ここは。もういいからこのまま進みたい。けどやっぱり気になってしまうさが。
ここに来てもまだ30輪とかなんだな。1輪が思ったより大金なのかもね。そうなのかな。料理一つで5輪とかですよ。あれ？ここに隙間でもあるのか？中に入っていってるね。おお。どうやって入るんだ？そうか、足場を作ってほふくかな。合ってました。これは気づきにくいねー。たまたま敵が出てきたのを目撃したからよかった。だからなんですかここは。そんなすごいお宝があるの？そりゃそうでしょ。え、でもスフィアリスはここじゃないですよね。あ、まあね、この部屋ではないけど。登るだけで一苦労ですよ。やっと止まった。けど。ふう、判定もちゃんとなくなってる。そしてあるのはハートだけ。侵入者がいるとして、これを狙うとは思えないけどな。まあセキュリティのレベルがおかしいけど。こっちならわかりますけどね。まあゲームの性質上そうせざるを得ませんが。メインよりも相手の厚みの方が低いのは、本来違和感はありますよね。十分きつそうだけど。セキュリティが本気を出してきた。終わらないし。十分じゃない。普通の侵入者ならもうお打撃だね。通常攻撃だと一発で壊れないのか。ジャンク攻撃か、ため攻撃、嫌じゃないとダメです。早く数を減らさないと辛いね。この箱は盾に使うと思いますけど、置いたところが失敗だったな。端の方に置けば被害はもう少し少なかった。そうかもね。竜の骨？実在したんだろうね。ふむ。一応楽譜はあるけど、ありすぎだな。とりあえず宝箱しか見えないし、後回しにしてみます。左下はまたこのパターン。右下も同じ。どうせなら難しそうな方に行ってみます。スピアボムが思った以上に強いのは、電気に弱いからとかあるのだろうか。2倍どころのダメージじゃないよね。ワットのため攻撃ですらこれですよ。敵が隠れてそう。こういう時は大抵一番奥がお宝です。おお、ほんとだった。そしてやっぱり敵が隠れてたね。何今の連鎖は。気持ちよすぎるんですけど。そして実は帰りの方が危ないっていう。これはきついね。もう一方も大変です。それにメインかと思うほどの謎が。へえ。対応している扉が開くんだ。え、でも全部を同時に開けるのは無理では。さすがに間に合わない気がする。そうだね、箱とか欲しいかも。とりあえず1個だけでも全部あげてみます。うん。え？あ、上まであげきると落ちてこないのか。その代わり邪魔が入ると。ちょっと押している暇がないんですけど。少
島が開く時があるよ。これの後か。ええー、間に合え。とやってもまあ無理なの。ボム奥も爆発しちゃうし。結局諦めました。どちらにしてもセーブをしないと怖すぎます。なのでとりあえず進んだ方が良さそう。それもそうね。そしてメインでもチームこんな感じに。回転ドリルはきつすぎます。まだ終わらないの。気が休まらないね。しかも上の敵の高さが絶妙です。無事倒してもまた敵が出てきたし。終わった。うわーマジで大変でした。セーブ。よかったじゃない。半分までは回復してくれるので、食べ物を食べるなら触れた後ですね。またこれ。この謎を解かないとどちらも開けられないぞ。まさかのベッド。ここで寝れるとはね。今までにない親切設計です。それだけここがきついってことなのかも。多少は柔らかくなったと。明らかに雰囲気が変わったね。この先が心臓部ですか。ってそりゃセキュリティもあるよな。ベッドのおかげで不安はなくなったけど、その前に回復は結構使っちゃったんだよな。絶対ボス戦はありそうだもんね。うわ、まるでシューティングみたい。そういう雰囲気はあるね。何が出てくるやら。もうやめてくれひと言目でアウト。才能なさすぎでしょ。HP バーの上にもう一つ青いバーが。本当か。わあ、逃げる場所がなくない。光って体短すぎる。様子を見ようと思ったけど限界。こちらからもやらないとすぐやられる。ボスに当たったか。青いバーが減ってるね。なんだろう、バリアみたいなものかな。1ダメージしか入らないけど、確実に減ったね。
度は最初から本気でいきます。これがスパラボーダメだな。ダッシュのスピードじゃないかよくしてない。これはどうすれば？その真ん中だけには来ないんじゃない？ずっと来ればよかったのか。スタミナ切れがここに停滞。回復速度が遅すぎるんですよ。破壊して鉄砲で回復するのも気がつけます。これだ。あ、どういうことか。怖くなかったね。どこでしょう。あ、もうスタミナ、これしか回復しないのか。バリアが回復値でいってる。間に合え。さすがに削りきれないよ。およそ半分といったところね。スタミナが問題なかったら半分はいけたな。つまりの手が上がればいいってこと。もうこれだけはまだわからないけど。さすがにそこは無視できないか。オッケー、覚悟しろ。ここで決めたいね。おら、失敗したかと思ったけど、勝ったってことでいいんだよね。でも壊しちゃってよかったの。どうなんでしょう。そっちから手を出したから理論ですけど、これ絶対まずいですよね。無事手に入れたからいいのか。絶対また蘇って邪魔してくるでしょ。ニーガースーカーとか言ってね。金属の怪物って言っとくけど君も大さないからね。まあ見た目はね。フェニックスへと一歩近づきましたね。そしてこの謎ですが、一列空白になっていて、音は5個しかないし、重複がないということは、残りの1個を入れていけばいいと気づきました。なるほどね。正解でしたね。わかってしまえばあっけなくてびっくりです。ただもう一つですが、こちらは2列目にも空白があり、だけどやっぱり4列目が答えだと考えて、導き出した答えがこれなのですが、なぜか反応してくれませんでした。論理パズルみたいで解けて嬉しかったんだけど、どうやら合ってなかったようです。ちょっと悔しいですね。
だね。ここも悔しいけどスルー。今の私には解けませんでした。ということでなぜか邪魔も入らず戻ってこれました。よかったね。そろそろ肩が外れそうです。ここでウォールか。ファーストウォールね。行ったことがあるので大丈夫。よし、じゃあ次回はウォールに行く前にいろいろ作業しておこうかなと思います。録画外で大胆に進めておく予定ですので、見違えてたらごめんなさい。ということで次回もお楽しみに。ノクタン。また見てくれたら嬉しいな、ノクタン。